こんばんは、JPUG です。 RC ドリフト界隈で話題になっている送信機用キャパシタですが、先日アキュバンスのトレースベクターを代用して効果を検証しました。検証の結果、私の感覚ではその違いを感じ取ることができませんでした。またトレースベクターの本来の使用用途と異なった使い方をしていますので、効果が出なくて当然の可能性もあります。ただ送信機用キャパシタは高評価レビューが多いので、やはりとても興味はあります。そこで今回は送信機用キャパシタ専用品として販売されているメタルガレージとトップラインの2製品を購入して検証してみました。また前回検証したトレースベクターも再度同じ状況で検証を行います。メタルガレージ製送信機用キャパシタ、 Amazon で購入、2024年3月1日時点での価格は4980円でした。トップライン製送信機用キャパシタ、スーパーラジコンで購入、2024年3月14日時点での価格は4840円でした。なお、今回の検証はミニッツによるタイムアタックを行います。人の感覚、フィーリングは何とも曖昧です。タイムアタックによる検証であれば、効果の違いが如実にタイムに現れると思いますので、この方法で検証を実施します。イコールコンディションとするために、セッティングは一切触りませんが、フロントタイヤが減っていたため、検証前にフロントタイヤだけ新品に交換しています。また、バッテリーは走行前に満充電したものを使用します。バッテリーは2セット保有していますが、バッテリー自体の個体差でタイムが変わるので、すべての検証において同じバッテリー4本のみを満充電を繰り返しながら使用します。送信機は双葉 T10PX を使用します。送信機のバッテリーは T10PX に標準で付属しているリフェ 1100mAh を使用します。それでは検証を開始します。まずはキャパシタなしのバッテリーのみの状態にてタイムアタックを行います。タイムはベスト1から3の計測結果で比較します。キャパシタなしでのベストタイムは12秒2、ベスト1から3のアベレージは12秒277でした。続いてトレースベクターを装着してタイムを計測します。トレースベクターでのベストタイムは12秒14、ベスト1から3のアベレージは12秒19でした。続いてメタルガレージ製の送信機キャパシタを装着してタイムを計測します。メタルガレージでのベストタイムは12秒34、ベスト1から3のアベレージは12秒357でした。最後にトップライン製の送信機キャパシタを装着してタイムを計測します。トップラインでのベストタイムは12秒17、ベスト1から3のアベレージは12秒29でした。キャパシタなしと3製品で計4回の検証を行いました。結果をまとめると、いずれにおいても12秒台前半のタイムが出ています。多少のばらつきがありますが、個人的な主観ですと、この程度は誤差レベルだと考えます。送信機用キャパシタの有無でラップタイムはほぼ変わりませんでしたので、私自身に限ったことになりますが、操作性やレスポンスの向上など得られる恩恵はほぼないと結論付けました。ただし、この結果は私自身の操作テクニックやスキル、操作感覚、走行環境などによるものです。先にも述べました通り、これは私自身に限られた結果であり、あくまでも単なる一例であることを念を押して申し伝えておきます。またミニッツに限ったことではありませんが、自己ベストタイムを 0.1 秒削ることは非常に難しいことです。トレースベクターの結果はキャパシタなしと比べると、いずれのラップタイムにおいても早く周回できていることはとても興味深いと思いました。最近ラップタイムを削れずに悩んでいるような方は、送信機キャパシタを装着することで、もしかすると良い結果が出せる可能性もゼロではないと思います。病は気からと言われていますので、
送信機キャパシタを装着することで良い結果が出るかもしれませんね。最後に肝心なドリフト走行においてはどうだったのかをお伝えします。ドリフト走行で3製品それぞれをつけたり外したりを繰り返しながら走行してみました。想定はしていましたが、いずれの製品においてもやはり私ではその違いを感じ取ることはできません。私にはプラシーボ効果すら発動しないようです。いずれにせよ、気になっていた送信機キャパシタを確認できましたし、良い経験になったと思います。もしかすると確認の仕方や感じ取るべきポイントが誤っていることもあるかもしれませんので、何か情報が得られたら再度検証してみようと思います。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。